フレンドリークラブの皆さん、こんにちは。パブリシティチームの浦沢からです。今回のカプコンフレンドリークラブビデオボリューム13はですね、なんとこちらの東京ゲームショー会場からお届けしようと思います。こちらのコーナーは夏にプレイステーション2で発売されます鬼武者のコーナーです。見てください、この鎧とか刀を。もう皆さんものすごく楽しみにされていると思うんですが、それではお楽しみの映像の方を見てみましょう。映像どうぞ。発売の最新タイトルを3タイトルドーンとまとめてご紹介したいと思います。
ナーブレスオブファイア4移ろわざるものです。新要素が追加されましたカプコンの本格派 RPG です。 VTR スタート。ロックマンダッシュ2エピソード2大いなる遺産のコーナーです。新たな試練をロックマンは待ち受けています。
さあどんなゲームになっているのでしょうか。今のが本当にロールちゃんのお母さんなのか会って確かめるんだ。そうだね。うん、行こう。私着替えてエンジンに火を入れてくる。ちょっと出た。今まで人類が追い求めてきた大いなる遺産がここに眠っているということを。大いなる遺産とはどのようなものだとミュラー様お考えですか。そうですな、人類の進歩と調和に役立つもの。そちらのバレル博士もそうお考えなのですね。ん、あ、わしはですな、マチルダ。仕置き始めるわよ。私まだ諦めないよ。カプコンから4月の27日発売予定のドリームキャストロソフトパワーストーン2を4月稼働予定のアーケード版とともにご紹介していきたいと思います。通信対戦ブース内通信コーナーの方で対戦を行っています。大阪のカプコン研究開発ビルとインターネットがすでにつながっていますので、早速大阪の方を呼び出してみたいと思います。大阪カプコンの田中さん。はい、こちら大阪です。田中です。おはようございます。どうもおはようございます。今日ですね、こちら東京ゲームショー3日目の最終日ということもありまして、まだ午前中なんですけれども、ものすごい数のお客さんがカプコンブースにいらしています。朝から対戦していただいているようなんですが、東京代表としては負けられませんよ。頑張ってくださいね。頑張ってください。大阪はアクセルとグルマンですね。これ2人とも新キャラですね。あ、変身しましたね。ガン HP 今ダウンです。さあ2ピーターに OK。 あー惜しい、ノックアウト。残念、グルマンの必殺技ちょうど入ってしまいましたね。じゃあ大阪の方をちょっと呼び出してみましょうね。大阪の田中さん、東京代表との試合見ていていかがでしたでしょうか。はい、こちら大阪です。とても見応えのある試合だったと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。大好評発売中です。今回ですね、この CFC ビデオでだけ
隠しキャラクターたくさんいるんですが、その中のキャラクターが登場している映像を本当にサービスでちょこっとだけお見せしちゃいます。それでは映像の方をどうぞ。ですね、まだまだたくさんのキャラクターいます。頑張ってプレイしていっぱいいっぱいキャラクター出して全キャラゲットしてみてくださいね。レベル PS2 のストリートファイター EX3 カプコン。ストリートファイター EX3 カプコン。夢を見て目が覚めて、君がいなくて、Breath of Fire 4、逃げてはいけない、カプコン。
ングと笑いっていうところでまたちょっと変わってくると思うんですけど、そういうところが伝わればいいんじゃないかなっていう、僕は非常に嬉しく思ってます。ということはこれを舞台化を SET に任せてよかったなっていう感じですかね。そうですね、最初ごねてなんですけど無理やり言わせたみたいで、今となっては本当にっていう、非常に楽しみに、思ってます。今回のバイオロイド0年の主要人物として、活躍してくれることはお約束できます。よし、ゾンビども悪魔者カプコンのファンクラブの皆さん、三宅裕司です。今回ですね、我が SET が、バイオハザードを舞台化するんですけれども、本当にもともとこのゲームソフトにあるテーマをですね、さらに SET なりに、大きなテーマにしましてですね、ミュージカルアクションコメディという、まあ、笑いながら、バイオハザードをやったことのある人なら本当に、より面白く見れるような、ミュージカルアクションコメディの舞台を作りたいと思っておりますので、ぜひともですね、チケットを買って、劇場に足を運んでいただきたいと思います。必ず面白い作品を作ってお見せしたいと思っております。よろしくお願いします。それでは、今回の全国7大都市のオーディションで、優勝しました、舞ちゃんに何か挨拶していただきましょう。マイクを自分で持ってください。はい、持ちます。はじめまして、大根舞です。今回の舞台はきっと面白いものになると思うので皆さん見に来てください。はい、お願いします。ねねじゃないんだよ、この野郎。まだまだ未熟な舞ちゃんですが、これからいろいろな場所で活躍すると思いますので、舞ちゃんの方の応援もよろしくお願いします。波動